ストリアータツヤクワガタは、昆虫甲甲虫目クワガタ虫かツヤクワガタ属に分類されるクワガタ。マレーシア、インドネシア大型種中型種で多く占められるツヤクワガタ類の中では、小型種となり、体長有約2 5 0ト、mm、ルから5 3 0ト、mm、ル。 シークカ4 9 9ミリメートルス2 3 5ト、mm、ル3 3 8ト、mm、ルサビクワガタ類のように体全体をうっすらと金色の毛が多い全種部分は毛が生えている部分とそうでない部分との縦縞模様になるまた本種は中歯型にしかならない点で長歯型にしかならないケファロテスツヤクワガタと区別されるまたケファルファネスよりも オスの大顎は太めになって、区別は比較的良いだが、メスの区別はつきづらい。ジャングルのローダンなどの樹液を吸う。雲ヤ林を住みかとし、やや夜行性となる。オスはメスを求めて樹液に来るが、10日にもやって来る。ツヤクワガタの中では、難易度が高い方だと言われ、気温変化に敏感とされている。そのため、涼しさと適度な湿り気のある環境ではないと、 産卵が難しいと言われている。小型のツヤクワガタ類の中では、ケファロテスと並んで人気の高い種だが、それほど入荷量は多くはない。ありがとうございます。